こんにちは、マキさん。こんにちは。こんにちは。ロケちゃんの今晩動画やっていきます。あれっすね、今日は生姜焼きです。前回言ってた、はい、自家製の生姜焼きを持ってきました。だから作っていきましょう、これから。まあでもほんとね、今回ね一瞬で終わるんで、まあ、そう言いながらも結構かかるなって思うじゃないですか。だってもう材料これだけっすよ。ほら、豚肉と玉ねぎと生姜。おー、いい感じじゃん。で、あとなんか蜂蜜を入れるみたいです、俺の家は。へ、で、またお酒、醤油で終わりです。もう調味料もうマジでこれだけ。なんか、その親に聞いてちょっと美味しくしようかなみたいな言ってたじゃないですか。はいはいはい。まあ、それあえて聞かずに、やっぱりもうなんかそのまま本来の味を、やっぱ俺の家の生姜焼きはちょっと味わってほしいんで、それでいこうかなっていうので。で、まあ先にじゃあちょっと調味料作りますか。まあ本当簡単なんで。調味料っていうのはそのタレみたいな味っすよ。だからその生姜焼きのベースです。もう簡単っす、マジで。ちょっと待ってください。大さじ2か3か忘れました。ちょっと一瞬それだけ。あ、オッケー。醤油を大さじ3入れます。一旦ね。でも本当に、前さんの家の生姜焼きは美味しいじゃないですか、めちゃくちゃ。俺は食ったことあるっけ？あります。めっちゃうまかったっすね。で、あれをちょっとやっぱ超えれる生姜焼きになりたいんですよ。やっぱ俺の家の生姜焼きも。負けたくないっていう。やっぱりね。で、俺の家の生姜焼き食べてもらって、まあ食べたことないもんな、まあ、もしかしたら勝てるかもしれないじゃないですか。まあまあ別に生姜焼きってまあうまいからな。はい、ちょっと酒醤油大さじさ3ずつなんですけど、あれっす、ちょっと酒少なめでいきます。で、蜂蜜大さじ2。あれ、俺醤油大さじいくつ入れました？3入れてました。入れたね、確か入れたね。この蜂蜜買ってきたんですけど1200円しました。結構高いん。はい、めっちゃ高い使ってきました。まあこれいいだろうと思って。で、大さじ2と蜂蜜を結構使うな。これ結構大事ね。まあ甘さ、蜂蜜が多分そうじゃないですか、甘さを際立たせるというか。うえで、これでまあとりあえず一旦置いておくと。はい、ちょっと溶かしてね、蜂蜜をいい感じになじませて。でも、ちょっと。はいはいはい。そしたら、次に、まあ、玉ねぎ切っていきます。いや、もう今回マジ一瞬ですよ。玉ねぎ切っても豚肉絡めて終わり。はい。まあ、一瞬やけん、確かに。マジさん、どうですか、歯の調子は。え？歯の調子どうですか、今日。締めてきた日です、今日は。痛い日ですか？痛いです。前歯で噛めない日ですか、もしかして。いやでももう最近、一番最初やった時はめっちゃ痛かったけど、うん、最近まあもう多分4回目か5回目ぐらいこれ締めるの。へえー、はいはいはい。もう慣れてきたんですか？慣れてきてはいるけど、うん、初日はやっぱちょっと痛いな。ああ、まあでも今日は多分大丈夫ですよ、肉なんで。言っても、確かに。よかった、肉にしといて。モアイさんから連絡取ったな。マジですか？てかマジさん、なんで今回いないんですか、モアイさん。アポをし忘れました。うわ、怒ってますよ、今見てる人。まあでもまあ、まあ、次、はい、次にしたらいいやん。焼きそばやったら次にしましょうか、じゃあ。まあ、お前さんは全然呼んでくださいみたいな。マジっすか？感じやったから。まあ、そうっすよね。あんな見せさせられたらあれですもんね、やっぱ料理人としての。でもその油を入れる前に加熱するとかなんかあったやん、フライパン。あれ、そうでしたっけ？なんか書いてあったけど、コメントで。あ、そうなんだ。じゃあ一回それしますか。今日もちょっと一応モアイパン使う予定なんで。玉ねぎ結構多いな。てか結構肉買ってきすぎたんすよ。確かに。でも肉は大事だから、俺の中で。まあ、まずくはならないんでね。まあ生姜焼きでまずくなるってないからな、多分。まあしかも俺がずっと昔から食べてた味なんで、やっぱり。懐かしの。でもほんと最近全然実家帰ってないんで、あれですね。全然生姜焼き食べてないですね。まだ帰りました、最近。最近は帰って、はい、まあ、食べてないんですよ、生姜焼きとか。ああ、食べてないんだ。いや、結構家でご飯食べるんですか、その実家帰った時に。いや、なんか食べる時もあれば、うん、やっぱ外食することもあるよな。え、毎日外食とかするんすね。するなんて。まあ、嫁とか行きたいやん、正直。外食だっていつも行かへんわけだから。あ、そうなんすね。そう。何食べに行くんですか？ハンバーグ多いな。ハンバーグ？ハンバーグ？ハンバーグがめっちゃ好きやな、まず。娘がですか？そう。ええー。俺の嫁もハンバーグ結構好きで。はいはい。ジョイフル行くんですか？
いや、ジョイフルは行かへん。あ、ジョイフル行かないんですね。ジョイフルも、まあ行くけどたまに。まあまあ言ってても、マイさんがいない時もジョイフル行けますもんね。そう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 。やっぱマイス、なんかその、ちょっと気になるんですけど、うん、やっぱマイスさんが、あ、間違えた。こっちに玉ねぎ入れようとしてた。マイスさんが帰ってきたら、やっぱ高いご飯、マイスさんが帰ってくる時しか高いご飯いけないみたいな、そういう風潮みたいなあるんですか、やっぱ家で。いや、ないけど別に。あ、ないんですね、その。でもなんか、うん、まあその、久しぶりに会うし、はいはい、せっかくやからってことで行くな。俺の家はやっぱ単身赴任なんですよ、親父が、うん、で、なんかそのやっぱ母親と兄貴と俺で3人で暮らしてたんですけど、うん、昔からやっぱ親父が帰ってくるときは高いご飯食べれるみたいな、それ毎回行くんや。そうっすね、基本的に風潮あったんですよ。焼肉行くとか、焼肉とか鉄板焼きとか行ってましたね。中華料理とか、あのなんかホテルについてる中華料理屋さんとか、はいはいはい、だからなんか親父が帰ってこないと食べに行けないみたいな、そういう風潮があったんで、山内さんの家もそういうのあるんかなみたいな。やっぱ単純にじゃないですか。うん、でも多分食べには行ってないと思う。家で。そうね。確かに。あんま行ってないと思う。俺はだから、そう連れて行くって感じやな。なんかあんま好き嫌いが多いからな。やっぱ子供って。まあまあ確かにそうっすね。そう。ハンバーガー食わへんからな。ハンバーグ食べないんですか。ハンバーガー。ガーは食べないんですか。食べへんっていう。へえ。ポテトとか。はいはいはい。もうそういうのだけしか食わへんっていう。これ生姜って皮むくんかな。むくんじゃない、むくん、むけます、これこのままでいいんかな。すりおろしたくないんですよね。まあ半分に切って全部は使わないから。でも俺に生姜使わへんらしいね。あー、らしいですね。もう生姜焼きじゃないもんね、それ豚肉の生姜は確か入ってないもんね、多分。うわ、匂いすごいな、生姜。でも生姜結構俺好きやけどな。あ、そうなんですね、生姜。おでんとかで。え、おでんに生姜入ってます？おでんじゃない、からしか。完全にギャグじゃないですか、まじさん、それ。からし系のやつ、おでん好きやな。おでん作ってほしいな、もう次。おでん作るのバカむずくないですか。もう元買ってこないと無理そう、それ。あ、でも調味料、あ、いけるか、別に出してくらい。でもめっちゃ多分煮込まないといけないですよね。一日中は寝かすんじゃないですか。そうね、おでん、はあ、まあ、やっぱ今晩同様あれですよ、マイさん、そのね、短期決戦じゃないかな。そうそうそう、長期決戦は無理なんですよ、やっぱか。動画のことも考えてね。何があるんやろ。でもなんか俺でも考えとったんやけど、なんか一個、あ、これいいやんって思っとったやつあったんやけど、忘れたんですか。忘れた。毎回それ言ってますよ、マイさん。なんかメモ帳かなんか来たって気もするけど、なんで俺 LINE してこないんですか、わざわざ。めっちゃあったんやけど、それなんか、あ、これめっちゃいいなっていう。あったんですね。あったな。なんかたまにそのインスタ見とったら、はいはいはい、なんかその料理系のフォロワーめっちゃ多い人から流れてくるとか、普通にインスタってなんか他の人も映るやん、おすすめ、はいはい、おすすめとかに出てくる、はいはいはい、俺普通にそれスクショとかしとくの、一応。女の子じゃないですか、やってること完全にもう。それワンチャンなんか自分で作る機会あったら作ってみようかなと思えるやつは。いや絶対作らないでしょ。なんかえのきの、はい、なんかやつがあって、えのきのめっちゃ手軽に作れそうなやつ。へえ、めっちゃうまそうで。そんなのあったんすね。でもそれはちょっとさすがに簡単すぎるなと思って。あ、まあまあ、ね、ちょっと調理できなくて簡単すぎて、逆にうまそうだけど、うん、ちょっと手間が長すぎて、はいはいはい、違うかなっていう。あ、でもそういうのちゃんとスクショしてるんですね。じゃあ次からそれ送ってきてくださいよ。あ、でも思いついたな、ちょっと。でも最後に言うてほしい。マジっすか、楽しみにしてよ。で、これをタレに絡めると、生姜を、こんな感じですよね。もうすでに美味しそう。これですりつぶすん。いやいや、もう細切りのまま。あ、そうなんや。はい、エゾロケマさんの家のあれらしいです。で、これでもあと豚肉切って焼いて、もう絡めて終わりです。早っ。大丈夫ですか、今日尺。もう多分今2分ぐらいしちゃったんじゃないですか。9分経ってます。早っ。で、こうお肉焼いていきましょう。じゃあ肉か、腹減ったな。お腹すきましたね、やっぱ大きいから。めっちゃお腹すいた。結構でかいぞ、この肉。どのぐらいサイズにしようかな。でかっ。でかいですよ、めっちゃ。どのぐらいかな。半分ぐらいでいいですか。半分ぐらい。あ、OK。 あ、それぐらいな。これぐらいですね。まあ焼いたら多分縮みますもん。結構デカめの方がいいと思う。確かに。うわ、肉うまそうやな。こうすると、うわ、最高だな、これ。ロケマスター一番好きな食べ物なんなん、はい、昔はでもこれってなったんですよ。俺の家の近くにあるそのフレンチかな、あれイタリア、フランス料理屋かな、
屋さんの。フランス料理屋。フランス？イタリア？イタリア料理屋か。イタリア料理あるんですけど、まあ家の時間近くに、うん、そこのお店のシーザーサラダが一番好きでした。シーザーサラダ？いやマジでガチでうまいんですよ。本当に。シーザーサラダをおかわりするぐらい。はい、おかわりしてなかったですね。さすがに。シーザーサラダで最高ってやばいな。確かに。あとそこのカルボナーラ、なんかそのチーズの味付けがめちゃめちゃうまいんですよ。とりあえず。今もそこ行くんや。いやもう全然行かないです。なんか個室がなくてそこ。あ、だと髪の毛青いとやっぱなんかその人目を気にしながら飯食わないといけないじゃないですか。まあ、やっぱ個室がいいやん。そうっすね。もうだってご飯行く時もう絶対個室行っちゃいますもん俺。まあ、でも髪の毛青すぎて。もう俺は別に行かんでも大丈夫やけど。そうそうそう。前さんだから別に見られることはないじゃないですか。ないな。俺らもその俺のことを知ってなくても視線を感じるんで。青かった。そう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 。しかもなんかそのイタリア料理屋にその個室があるイタリア料理屋に青髪のやつ来たらえってなるじゃないですか。シンプルに何こいつみたいな。まあまあまあね。だからやっぱりその個室がない店はもう行ってないですね。だからそのせいで外食減ったもありますよ。やっぱりそれが理由で。まあ確かに、うん、髪の毛のせいで。それあれだ、名人もそれあれだって。間違いないから個室じゃないとちょっと人目感じるから。そうそうそう、もう行きづらい世の中ですよ今本当に。佐々木さんの色とかどうなんやな。シルバーはやっぱ目立つんか。佐々木さんの前なんで子供連れてたらきつそうっすけどね。まあ確かに、あの色シルバー、はあ、だって子供いるお父さんがなんかもうなんならシルバーよりほとんど金髪いるじゃないですか。確かに子供いる、めっちゃちっちゃいあの娘いるのに髪の毛金髪って結構なんか普通から見たらえなんでだろう、まあ、美容師なのかなって思いますよね。美容師とかやってるのかな。確かに。じゃあ行きましょう、やっていきましょう。うわやっぱ肉の量これやばいですよマジで。じゃあ一回じゃあフライパン加熱しておきますか。フライパン加熱コメントを参考に。大事らしいね加熱が。まさにそういえばイカゲーム見たんですか。見たです。全部見たり。おもろかったですか。まあ面白い普通に。でもなんか、うん、その特別に、うん、もうめちゃくちゃ面白いっていうわけじゃないって感じ話だよな俺は。あ、そうなんですね。うん、なんかもうなんか、はい、もう無我夢中で、うん、それもう見たいっていう感じの作品じゃなかったっていう。あ、もうずっと見てたいみたいな。そう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 。あ、なるほど、ね、面白いな普通に。はいはいはい。もうゲームで確かにどんどんいろんなゲームを怪獣っぽいっていう感じですもんね。そう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 、なんかだるまさん転んだとか、うん、そういう昔懐かしい子供の遊びだったやん、はいはい、それがなんかテーマになっとって、うん、それやっていくみたいな。確かに。まあ俺も見たんですよ。やっぱめっちゃおもろかったっすね。韓国ドラマちょっとハマりそうでしたもんあれで、あの影響で。へえ。なんか他にもネットフリックス見てたらめっちゃ面白さ見つけて、うわ見ようとか思って。はいはい、それまだ見れてないんですけど、なんか他にもめちゃめちゃ面白そうなって。やっぱなんか結構なんかその昔は俺のハマりとか韓国ドラマ結構ハマってて、うん、でこれめちゃめちゃハマってるからなんでそんな面白いんだろうとか見てたんですけど、うん、ちょっと気づき始めましたね俺も韓国ドラマの面白さに。イカゲームはまあ確かに初めて俺も見たもんな。めっちゃ面白かったなマジで。俺は結構ハマりましたけどね。どんな役が好きだった。役か。まああのお兄ちゃん探してる人じゃないですか、ね、警察官の。あいつなんや。あいつ好きになる。え、前田さん逆に誰なんですか。前田さん分かった分かった。あ、199番でしょ。199番何。どういうこと。あ、黒い人っす。あの怪力の黒い人。あの暴走してるやついつも暴走。え、だから親分みたいなやつ。あ、違う違う。あれ、あの人は99番でしたっけ。いや、え、何も前田でもあの親分っぽいっす、確かに。いや、全然違うやろ。俺だからあいつが好きよ、あの3頭かしら。あいつかエリートみたい。俺あいつめっちゃ嫌いっすよ、最後。最後あれしちゃったんで、めっちゃ嫌いっす。マジで。あいつか。あいつが一番かっこいいんだよ、ぶっちゃけ。マジっすか。え、あいつじゃない、一番かっこいいの。かっこいいな、あいつかな。いや、俺なんかその警察官かっこよかったっすけどね。あ、うわ、警察官結構好きでしたけどね、俺は。あの、千円調査ってるやつやろ。はい。でもあれはな、もうなんかあんまネタバレすぎたらあれやから、そうそう、話せへんっていうね。そうなんですね。そう、決定です。まあでも見てほしいっすね、ぜひ。見てない方は本当おもろいんで。確かに、まあ、ずっと1位やからな。うん、でも怪獣系が好きな人はおもろいと思いますよ、やっぱり。タイトルがあるキャッチやったよな。
貯金やで。確かに。あれだから普通になんか他のタイトルだったら多分見てないと思う。うんうん、だタイトルとか投資というか、うん、そういうのは多分めっちゃドンピシャで良かったっていう。確かにな。のはあると思うよ。イカゲーム気になる。気になりますね。じゃあ、しかもあんだけバズったらえ何って思いますもんね。何イカゲームみたいな。あれ経済効果やばいな。え、そうなんすか。あニュースで撮ってる。そうなんすね、うん、あれ、うん、あの作品で見て経済効果多いんで100億かなんか10億かな、100億やってたん確か。やばこれちょっとやばいな。玉ねぎの量が多すぎて肉焼けない。うわうわうわ。一回これ避難させますか。玉ねぎ焼けてから、うん、頭良いっすよね。ちょっと焼いてから一回避難させて肉をまた焼いて後から玉ねぎぶち込むと。あめっちゃいい匂いする。どこにできた。ここに作りました。もうだってこの玉ねぎだけ美味しそうだもん。玉ねぎ好きやもんな。ああ玉ねぎ美味しくない美味しくなくなることってないですからね。いやでもなんかちゃんと炒めてなくてめっちゃ苦くない。あまあまあそうですね。マジで辛いですよね。辛いこれで、これまたちょっと油入れた方がいいかな。ちょっと油入れようかな。最近めっちゃ腹減るわ。いいことじゃないですか。でも子供の頃が一番幸せだったなって最近思うけどな俺。なんでなんですか急に。だって、その白飯とか3杯4杯食えとったのあの時代って。普通に俺だって、もうご飯とか2杯3杯とか当たり前に食っとった。マジですか。めっちゃうまい飯になって、おかずが、もうそれがいいことかな。俺、そんな食ったことないな、白飯。俺、最高5杯食ったことあるで。何で食べたの。かつお節。かつお節。かつお節を初めてご飯で食った時のうまさに衝撃を受けて、そのまま俺、ご飯5杯ぐらい食って、かつお節だけで、そっからあのかつお節チーズがなくなってる。逆に食いすぎて。だからおにぎりとかも、チーズチキン初めて食った時に、なんだこのうまさと思って。やばい、固まるぞ、これ。え張り付くぞ。うわうわうわやばい、張り付くぞこれ。チーチキン、チーチキン食べるんですかお前さ。チーチキンのご飯な、あのおにぎり。あーあーああ、ツナマヨ、ツナマヨを食べた時に、はい、衝撃受けて、やばい。で1日3個ぐらい食ったら、はい、もうなんか気分悪くなってきて今も好きやけど、はい、え一番何が好きやった。鮭やん。ああ何が好きやん。いやおにぎりってやっぱあれじゃないですか。鮭じゃないですか俺も。あ鮭じゃないですか。鮭が結構明太子で戦い起きますね、そのコンビニ寄ったり、やっぱり。まあ俺も鮭、明太子、チーズチキン、プラス鶏ごもくかな。でも年取ってからか分かんないですけど、俺ツナマヨが好きじゃなくなりましたもん。昔は確かに俺もチーズチキンが一番好きで食べてましたけど、全然今なんかチーズチキン魅力感じないですもん。あ、そうなんや。はい。もう今でもやっぱ俺はもうダントツ鮭かもしれない。まあ確かにな。めっちゃ今鮭の方がいい。余談に美味しいですもんね。うん。だから実家の、うん、それこそおかんの作る弁当とかも、はいはい、鮭とウインナーが入ったやつがあって。あーはいはい。ウインナーめっちゃうまいな。ウインナー入っとった。ちなみにウインニーですよね。ちょっと美味しい。前だけではウインナーめっちゃ良かったな。ちなみに前さんの実家で食べる料理は何一番うまいんですか。一番でも、料理とかでも俺ステーキが一番好きだけどね。だからほんま特別だと思うんですけど出えへん。なんか例えば運動会とか、うん、なんか月に1回ぐらいあるかないかな、そのサーロインステーキみたいなのがあって、はいはいはい、それはめっちゃうまくて、うん、もう一切れでご飯いっぱいとか言っとった、うん、へぇ 5切れぐらいしないなんか普通に出る料理だったら何言ってもうまいですかね。特別なしで普通で出る料理、うん、なんか別に普通に出るみたいな。なんなんやろ普通に出る。じゃあ親子丼とか。いや親子丼とかなんだ。わ好きやったな親子丼めっちゃうまいな。そうよ親子丼めっちゃうまい。俺なんか意外ですね。あ、まだ待ってたじゃん。どんぶりどんぶりどんぶりって呼んだったわけじゃん。どんぶり親子丼とかだね。どんぶり欲しいみたいな。どんぶりめっちゃうまいマジで。あれ食ってほしいな今考えたら。あのメニューもあってな。やばい人間なんか一つ親子丼とかでも作るのあるじゃないですか今思ったら。俺も作ったことないし。でもどんぶりはマジで。どんぶり、うん、あとどっちやろいやマジで食ったらビビるだもん。そう俺ちゃんめっちゃうまいかな。そうよ思い出したもん。それではいつか食いたいですね。前さんたちの実家行った時。うん確
俺食ってないもんな、俺もあれ。まあでもやっぱ生姜焼き食べたいな、マジさんの家の。まあ、生姜焼きもうまいけど、丼ぶりもマジうまい。子供家で普通に何食べてるんですか。生姜焼きとか食べてるんですかね、やっぱ。いや、食ってないと思う。あんな美味しいの好き嫌いな、かけすぎ。まあ、でハンバーグはとりあえず、うどんとハンバーグめっちゃ好きやな。あ、そうなんだ。だから肉とかも、なんか寿司とかも連れて行ったけど、やっぱ、なんかあんまりやったもん。寿司連れててあんまりやったんすね。なんか寿司連れてって、まあそうそう、寿司とそばみたいな食えるとこ行ったけど、うん、あんま食わなかったし、なんかうどんも、なんか丸亀より、なんか違う、なんかもうちょっと細い系のうどん、なんか腰がない方が好きみたいな。へぇ、その年で腰って、混ぜてますね、めっちゃ。いやいや、それを言わへんけど、なんかその丸亀は多分、丸亀って何？てかあれ男向けらしい。あ、そうなんだ。花丸うどんも女向けみたいな。へぇ、麺が確かに腰がめっちゃあるね、花丸、あ、丸亀の方は。そうなんだ。男は丸亀、俺も丸亀の方が好きやもん。花丸の方がちょっとなんか女性っぽいうどんが詳しいですね、毎日やっぱ食べてるだけあって。うどん好きやけど、ただ俺らのメンバーでうどん好きやん多分おらん。俺別に嫌いじゃないですけど、食べますよでも。まあ、食べるんやよ。食べます食べます。まあでもなんかそんな好んでは食べないですね。あったら食うみたいな、そんなレベルかもしれないですね。確かに。行きますか。行こう。これでもなんかタレを入れたらあれらしいですね。なんかそのずっとそのままはダメみたいな、なんていうのか、まあ、若干味絡めるぐらい、らしいんで。うわー、これ冷め、こうでしょこうでしょ。これ大丈夫、量少なくない。肉多いからな。そう、だからまあでもさ、いけるんじゃないですか。辛みに対してしっかり量が少ないってやつさ、大丈夫かな。うまそう。これちょっと全体的に味を染み込ませたら完成と。もうほんと一瞬ですね。醤油追加しようかな。めっちゃ腹減った。うわ、これだこれ。見た目もこんなんだったわ。だからあとうどんでも、その家のうどんで、はい、卵とじのうどんっていうのはそれめっちゃうまいけどな。卵とじなんか卵がなんか入っとって、そのめっちゃ好きやったな。そう考えたら結構前さんの家ってやっぱ料理うまいっすよね。なるほど。レパートリーは少ないけど、その一個一個の質が高いんだよ。俺はでもそっち早いけど。俺の家はなんかその俺の母親が料理のサイトとか料理本見て、今日これ作ろうみたいな感じ。だから結構なんかいろんな料理、変わったメニューとかも全然出てきましたね。そうだね。これ何みたいなとかも全然出てきてたし。俺そういうのなかったな。もうみんなが知っとるメニュー。でもやっぱ結構みんなやっぱ外食に、みんなやっぱってか俺の方はやっぱ外食に逃げてましたね、結構めんどくさいからって。まあそれはそうだよ、うん、今なんて特にもう俺もいなくなったんで、実家から。でも多分、はい、なんか田舎とかって、うん、まあ正味さんのお金とかもないから余計に多分そういうの多いよ。俺牛丼とか行ったことなかったからな。大学で初めて牛丼行ったから。えマジで。すき家ですか。すき家に初めて行って大学に入って、はい、衝撃受けたもん。マジ？めっちゃうまいやんな、牛丼。それまでほんまに行ったことなかったと思うんだ、俺近所に。すき家とか。そうなんだ。で、煮玉牛丼食った時に、うん、すごいね、これは。革命起きた。もう、これすごすぎるやろ、思った。うますぎて。意外っすね、なんか食べたことないっていうのは。でもそれまでほんまファミレスも行ったことなかったな。マジで？マジでなかった、マジで。なかったんだよ、マジ。近所にファミレスも確か。まあ近所にはないですね、確かに。そう、なかった。ちょっと車で20分ぐらい走らせたらあるみたいな感じです。だからなんか外食は焼肉か寿司か、うん、なんかその、あのカモメ屋っていう、はいはいはい、ありますね。もうあれはもう特上の、まあまあ高いですもんね。あれ高いし、あれはもう3ヶ月に1回ぐらいしか行けへんみたいなレベルやん。あー、なるほどね。でもマリンポリスとか、うん、そういう寿司、まあでもそういう生活してる方がやっぱ高いもの食べた時とか結構幸福感味わえますよね。もう感動する。そう、普段からやっぱずっとそういうものを食べてる人はならないかもしれないですけど。いやマジで、だからそれあったよな。 OK、 こんなものいいかな。完成完成。これで盛り付けようか。え、ロキマさん結構外食多かった。まあでもちょっと多かったかもしれないですね、俺の家は。次に何回ぐらい。いやそれは覚えてないですけど、でもまあ週に1回は取った。あ、でも2回ぐらい、2、3回言ってたんじゃない、3回言ってたんじゃないですか、ね、週に2回取ってん。 3回言ってたと思いますよ。やば。まあ、あんま記憶ないですね、その家でご飯食べてた。もう家でご飯食べたって記憶ないってやばいそれはそれで。うわ、この匂い、この匂い、ちょっとめっちゃ重いフライパン。ちょっと待って、1回休憩します
思うもん。外食そんだけで幸せだよ。まあ幸せでしたね、やっぱり。で、親父が帰ってきた時は本当にもっと高いやつ食べに行くみたいな。鉄板焼き、鉄板焼きとか、なんかもうそれがもっと幸せでしたね、やっぱり。うわ、美味しいかな、本当に。味見してない。ここまで来て、いや、ちょっと心配になってきましたね。なんか味薄いかなっていう気もしてきて、なんか俺の家の衝撃もっと色濃かった気がするんだよ。量やばいな。量はよくいいぞ。量やばいっすね。俺は歯が痛くなかったらめっちゃ太ったのにな。食えるかな。奥歯で噛めばいいんですよ、マイさん。奥歯で、奥歯で噛み締めましょう。歯の向きを直しておかれるな。へぇ、なんかねじれは取っとうらしい。歯のねじれ、歯のねじれ、そんなのあるんだらしい。なんか一個一個のなんかその歯を、一個一個というかなんかそのねじれと歯を調整で向きを変えていっちゃうみたいな。OK、 完成、完成です。いや、すごい、でもうまそうだけどな。そうっすね、やっぱでもこれマヨネーズ必須っすね。うわ、マヨ必須、これですよ、これです。マヨネーズよいしょ。マヨ必須なん。いや、マヨでもあったらいいんじゃないですか。やっぱマヨさんたちはマヨ必須じゃないですか。いや、でもマヨ、まあ、あっ、ヒカルさんだけかな使ってる。別に俺は、はい、どっちでもいい。とりあえず普通に食って、はいはいはい、必要だと思ったらまだ使う感じじゃない。いや、でもマヨあったら多分美味しいですよ。いや、ロケモサッチはマヨ使ってる。いや、使わないです。でも、あの生姜焼きにマヨをかけるっていうその概念を、生姜焼きには何もつけないっていうか概念を覆されたな。ヒカルさんたちの家の生姜焼きを食べて知りましたよ。レタスとかマヨかけたらうまいなっていう。レタスとかはそう、親にあったらいいかもねみたいな LINE 来てたんですけど、あの買ってくの忘れました。シンプルに。なるほど。しゃあ、食うぞ。これ量すごいぞ、マジで。これもう3人分ぐらいあるよ。いや、多分もっとあるっす。3人分ぐらいか。じゃあ、待って、お前の水持ってる。あ、めっちゃ生姜の匂いする。でもなんか、はい、水ないナイス。え、冷やさないと。味薄そうだな、ちょっと。大丈夫かな。玉ねぎいい感じですね。焼きすぎてないし。熱そう。いただきます。どうですか。食べ終わりか、俺も。うまっ。マジですか。いただきます。うん。めっちゃうまい。まあ、味ちょっと薄いっちゃ薄いかも。薄いですね。多分分量に対して肉と玉ねぎを。買ってきすぎたかも。何だ、塩コショウで味、塩で味付けしたいんかな。確かにちょっと味薄いですね。まあでもうまい。もうザ・生姜焼きって感じ。うん、もうかけすぎたもん。うん、でもやっぱヒカルさんたちの家と味全然違いますね。うん、うん、あ、こんな味だ。加減できた。まあでもちょっと味薄かったぐらいですね、自分の中でのそのあれとしては、失敗点としては。もうちょっと味濃かったら多分めっちゃうまかったですね。うん、うまいな。あ、あったほうがうまいな、マヨネーズやっぱ。あったうまい、あったほうがうまいですね。うん、おいしい。うん、うまっ。うわ、ご飯食べたくなるわ。確かに。おいしい。まず歯痛くないですか。痛い。痛いよ。ちょっと、ちょっといや。うんうん、痛いけど食べれるんですね。すごいな。もう慣れやで、これ。奥歯で食ってるんですか。うん、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 うまいな、普通に。これおいしいですね、マジうまい。この短時間でこれできるんや。うん、しかもめっちゃ安いし、蜂蜜さん別に高くなければめっちゃ安いんで。うまっ。どうすか、マヨアリは。うまいな、マヨアリ。うん、
やっぱり。よかった、しゃべりが成功したな、これ。2回ぐらい連続で失敗してたんでね、マジさんのせいで。本当に自分のせいやろ、マジさんのせいで。いや、美味しいわ。うん、よかった。マジさんがこんだけ食べてくれるってことはもうやっぱボーダーラインが超えてるんで、多分。いや、嬉しいです、よかったっす。どうします、次の料理。次は、はい、ハンバーグです。マジマジっすか。こねるとこ行きますか、じゃあ。まあでも俺が一番ほんま、まあ、ハンバーグって言ったけど、うん、俺がほんまに作ってほしいのは煮込みハンバーグやけどな。煮込み、まあ、煮込むなんて時間かかる。どうなんすかね。でも言ってなんか1時間以内に終わるんですかね。無理なんかな、煮込みハンバーグって。作ったことないな。で、普通焼くハンバーグじゃないってことですよね。うん、なんかデミグラスソースみたいなの作って。あ、そう、なんかトマトベースの、あ、トマトベースがいいんですか。なんかその俺がトマトハンバーグみたいな。そう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 、あの学校の給食でもちょっと出とって、うんうん、めっちゃ好きやねん、学校の給食のあれが、あのトマトベースの煮込みハンバーグみたいな。え、それ作りますか、トマトベースの。もし、うん、きつそうだったら普通の焼きで、うん、トマトソースも作ります。じゃあトマト系でいいんですよね。そうやな、うまっ。うまいやん、普通のこれ。うん、ぶっちゃけどうですか、自分の家の生姜焼きと。さすがに実家っすか。うん、タイプが違うかな。やめ、うん、こっちが本来の生姜焼きって感じ。ああ、まあまあまあ、俺らのはちょっと特殊っというか、あれ実際、うん、生姜使わないですもんね、だって、うん、だからやっぱ肉もこの肉じゃないですよね。うん、もっと薄いというか。おはようございます、マジさん。じゃあ得点を、点数を、今回の。もうだってもうほら2人でこんなに食ってますよ、やばくないですか、マジで。もう2人前でしたね、これ。3人前でもなく。じゃあマジさんも最後にビシッと、じゃあ今回ビシッ、はい、いきますね、じゃあ。300点。300。成功してほしい。はい、200、いって200、まあ100かな、100、まあいって200かなと思って。まあ200とも迷ったんやけど、はい、まあいいかなって今回は。マジで大成功だから、生姜焼きとしてはもうちょっと味薄かったっちゃ味薄かった、でもうまかったよ、こんな質問。まあ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 、でも別に味薄いなんか別に足せますもんね、自分。そうそうそう。いや、マジか、嬉しいな。じゃあ300点ってことは、じゃあ前室さんのもらわないと、さすがにね。ん、いや、300点の時はやっぱもらわない。もう渾身の、いや、もう渾身ですよ。それはやっぱもう自分で言ったからに、やっぱその300点なりのヤンマーを見せてもらわないと動画も落ちないんじゃないですか。いや、100点切った時は確かに俺やりますよ。で、やってみましょう。2回目の時前もだって、うん、なんか90点かなんかあって、はいはいはい、2人でやろうみたいに言って、うん、やってなかったね、こうなんか下に行って。いや、あれはだから違うんですよ、そのだからそういうのはツケがたまっとうから、そう、なんか300点いったから俺に任せるとか言ったけど、うん、それやって、なんかやってきたったらそれは俺に任せていいけど、うん、やってきてないやろけどさ、過去に2回やった時に、はいはい、2回とも今日で今日は逃れたみたいな。いやいや違う違う、そういう意味じゃないですよ、別に今日は逃れたって別にそうやりたくなくて、こうやってやりたくなくてそう言ってたわけじゃないんで、別に。ほんまそれちゃんとやったら、ほんまそれはコメント欄に来とってちゃんとやれって。いや絶対来てない、来とって。いやでも300点ですよ、さすがに。いやだから300点取ったから、はい、じゃあ今までの過去全部帳消しになれかったらと違うと。いやだからまあまあツケが2たまってるのは分かります。でも300点はさすがに。じゃあ200点からやりますよ、じゃあ次。じゃあそしたらだからハンバーグも300点作ろうって頑張るじゃない、思えるじゃないですか。ああ、オッケーオッケー。そうそう、大丈夫ですか。前さんのもう渾身のもうフルパワーの一撃をお願いします。これまでないぐらいもうハードル上げに上げる。どっち向けがいいと思う、男向け。男向けがいいと思う。ああ、やばい。男向けの方が、あの、のぶといヤンマーになる。女の向け、女の人向けはどんなヤンマーなんですか。ちょっと可愛くなる、単純に。ああ、なるほどね、うん、じゃあまあのぶとい系でいきましょう。じゃあもうゴリゴリのぶとくて。
いいっすよ。ああ多分受けへんなこれ絶対この流れ多分受けへんな。いきます。やばこれ笑わずに音の音を歌うんですけど無理だった